皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はマインクラフトストーリーモードの実況プレイをしていきたいと思います。今回からエピソード2を始めていきたいと思います。では始めましょうかね。今回は確かさて、どんなところから始まるんでしょうかね。まずちょっとしたプロローグから始まることでしょうね。まあエピソード1のあらすじですね。これはまあギルドに向かおうとしているところですね。まあこれはもうなんかゾンビか、確かこれってスピリッツにもあったような気がするんですよね。確かエンダードラゴン、いや違う、まああるものを託されて結局助けられなくて、いや助けたことは助けたんですかね。でまあ溶岩の洞窟を抜けて、でなんか謎の遺跡に来て地図を発見するという、で、いや、エンダードラゴンではないんですかね、あれ。まあ、ひとまず、溶岩の洞窟に戻って、るんですかね。しかし、早いですね。二手に分かれてるんですかね、これ。ここは、まあ、ここででいいでしょう。しかしまあ恐ろしいですよね、溶岩のトロッコほど。まあここはさ、あの時の溶岩の洞窟ですね、間違いなく。しかしまあ恐ろしそうだなところで、まあはしゃげるますよね、よく。目の前を見ろって言ってますね。やっぱりこいつはいるんですよね。おぉ、わお、大丈夫か。うわ、でかっ、やばそうなやつがいますね。まあコマンドですね、ここで。あ、やばい。やばい、落ちるか落ちないか。どうする?ここら、よし。ここで、これってどうすんの?まあこれで戦うってことですよね。確かあれですね、スマブラではなんかジャンプ力の低いキャラクター、ファイターになってましたね。ああ、なんとか引き戻した。これ。まあ進んでいって、なるほど、そういうことか。炎を弾いて相手にダメージを与えるんですね。倒した。まあ、とりあえずこれでまたトロッコに乗れるんですね。よし。わあ、怖い怖い。しかしあの化け物は何者なんでしょうかね、本当に。まあ、前回のあのマップが、ボーン。あ、これで終わりなんですね。やつが。なるほど、ここを進んでいくんですね。もうちょっとだけ進めましょうかね。ここは、棒ゼロ。何なんでしょうかね、あそこは。まあ、とりあえず今回はこの辺で。マインクラフトストーリーモードの実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。